室瀬先生、はい、漆でできた作品の装飾は蒔絵だけなのでしょうか？実はたくさん技術はあります。でその中で、まあ、蒔絵と一緒に使えるという意味では、貝ですね、貝を使った螺鈿という技法、そして金属の板金を貼って表現する氷紋っていう技法とか、そういうもの、小さければまた切り金とかいろいろあるんですけども、蒔絵とうまく組み合わせて表現できる技法がいくつかあります。